こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。このチャンネルでは耳、鼻、喉に関する病気の情報や症状で困っている方が安心するような情報を提供しております。今日は花粉症についてなんですが、花粉症が悪化する NG 食習慣というものを紹介していこうかなと思います。これは、花粉症でもそもそも困っている方だったりとか、花粉症のこの改善法をいろいろやったけども全然効かないよっていう方、そういった方はね、そもそも悪化しているものを常にやってしまってるんじゃないかっていうところもあるので、そういったところをちょっと紹介していこうかなと思います。では早速いきましょう。花粉症を悪化させる食習慣、一つ目ですね、脂っこいもので、二つ目辛いもの、三つ目甘いもの、四つ目お酒です。何食えばいいんだって感じですよね。なんだこれ、何食えばいいな、ストレスどうせんのみたいな、はい、もう耳が痛くなるほど聞いております。はい、でもちょっと説明していきます。まず一つ目の脂っこいもの、これはですね、何かというと、例えばスーパーのお惣菜、ちょっとね、夜のおかず一品足りないわみたいな感じでこう買い足す主婦の方多いと思うんですが、ダメなんですよね。あともう一つが居酒屋さんとかで出る揚げ物ですね。そういったものに共通することっていうのが、酸化した油を使ってるってことなんですよ。これらのものを使うと花粉症が悪化する。逆に言うと、家でやる揚げ物で、なおかつ1回目の油ですね、使い回してない1回目の油で揚げるものっていうのは全然 OK です。これは酸化していないので、そういったものを食べても悪化しないということが分かっています。あともう一つ付け加えるのであれば、これもうちの患者さんから聞いた情報なんですが、高級な焼肉、ものすごい高級な焼肉屋さんに行くと、僕も経験ありますけど、めちゃくちゃ胃もたれするんですよね。で、そういったものを食べると悪化するっていう方もいました。なので、お肉とかお魚は基本的には大丈夫なんですが、結構もう油が多すぎるものっていうのはやっぱり良くないんだなっていうふうに思いますので、そういったものも避けていただけるといいなと思います。僕もね、マクドナルドのフライドポテトが大好きなんですよね。大好きなんですけど、昔花粉症で辛かったんですけど、その時期はね、もうすごい食べてたんですけど、やっぱりちょっとこう意識し始めるとやっぱり症状良くなってきたので、ぜひともちょっと脂っこいもの頑張って避けていただければなと思います。次、二つ目ですね。二つ目は辛いもの、はい、これはもう好きな人はもう中毒ぐらい好きですよね。で、辛いものって何かっていうと、唐辛子系とスパイス系ですね。具体的に言うと、唐辛子だと、七味とか一味とか、うどんとかおそばにちょこっと入れますよね。そういったものとか、あとは韓国料理とかが唐辛子系のものですね。あとはスパイス系となると、皆さんもめちゃってなるんですけど、カレーなんですよ。カレー好きじゃないですか。嫌いな人いないじゃないですか、あんまり。しかも作るの楽じゃないですか。なので家庭の中でね、ルーティーンの一つ入ってると思うんですけども、このカレーっていうのは辛口甘口問わずスパイスがやっぱ入っているので、花粉症を悪化させてしまうんですね。で、これも逆に言うと、わさびとかからし、そういったものは花粉症が悪化しないことが分かっていますので、何かこう刺激物が欲しいってなった時は、ぜひわさび漬けにしていただいて、もうわさびもいっぱい食べていただいて、刺激を楽しんでいただければと思います。で、次、三つ目、甘いもの。これが一番反感食らいますね、皆さんから。甘いものみたいな。やっぱり皆さんね、こう疲れた時とか欲しいじゃないですか、甘いもの。僕もなんかたまにコンビニ行くとね、こうシュークリームとかあるとこうパッと目が光りますけどね。甘いものダメなんですよ。で、これ、甘いものでも特に何がダメかっていうと、白砂糖系ですね。なので、洋菓子とか和菓子とか。和菓子もね、あんこ、意外とあれすごい入ってるんです、砂糖ね。和菓子だと大丈夫と思ってる方も稀にいるんですけど、やっぱ洋菓子も和菓子も砂糖がたっぷり入ってますので、そういったものはなるべく避けていただければ。あと、これも意外と皆さんやりがちなのが飴ですね。あれはもう砂糖の塊ですからね。砂糖を固めてあの丸になってますから、飴玉っていうのも避けていただけるといいんじゃないかなと思います。特にその花粉症でもタンが絡むとか、そういった方も結構いるので、そういう方はね、飴舐めると余計悪化するので避けていただければなと思います。最後に、お酒。これはアルコール全般ですね。これは結構ね、皆さん花粉症で辛いくて悩んでる方は経験あると思うんですが、お酒を飲み始めると鼻が詰まり出すとか、そういった方結構いらっしゃいます。なので、やっぱりアルコール飲んでしまうとどうしても花粉症っていうのは結構悪化してきてしまうので、今はコロナウイルスの関係でこういう状況ですが、普段であればこの花粉症の時期って飲み会シーズンじゃないですか。2月3月の送別会シーズンとかなってるので、結構飲み会ばっかりになってしまって花粉症が悪化してるっていう方多いので、
そういった場面で少しでもこう控えていただけるといいんじゃないかと思っています。はい。これらの4つの悪化する食事を取ってしまうと、なぜ花粉症が悪化するのか。これはそもそも花粉症っていうのは熱と関係するっていう考え。熱がここにこもってしまうと花粉症の症状が普通の人よりも強く出てしまったりするわけなんですね。で、今言った4つの食事っていうのは取ってしまうと胃に熱がこもるんですよ。そういったものを取ると。そうするとここのこもった熱って、まあ、熱ってね、暖かい空気とかって上に上がる性質があるんで、ここに溜まったものがこっち上がってくるんですよ。そうするといつもよりも多い熱が顔の方にこもってしまって症状が強く出るっていうメカニズムですね。結構この4つ減らすの辛いじゃないですか。例えば僕だったら結構脂っこいものを食べがちなんですね。なので辛いものとか甘いものとかお酒は普段からそんなに取らないので、まあ、そこをもう本当に取らないようにしてっていう風な形で一番やっぱり好きなものをゼロにしてしまうっていうのはかなりストレスが溜まってきてしまうんで、一番自分が好きなものを一つ決めていただいて、それ以外はもう本当に避けるっていうような感じで、なるべくストレスをためずに花粉症対策をしていただければなと思うので、いきなりこうゼロにしろっていうわけではなくて、ちょっとずつこう減らしていければいいんじゃないかなっていうふうに考えています。さらに言うとこの4つの食事を取ってしまうとどのくらいの時間で悪化してくるかっていうと、早い人だと 2,3 時間で悪化します。実際にあった例だと、うちに通ってる方で花粉の時期、ピークの時期でも全然平気です、マスクなしで外歩いてますっていう人が、お友達の家に行ってケーキ出された。で、まあ出されたものを食べなきゃいけない、食べたらその帰り道に鼻水がバーッと出てきました。先生すいませんみたいな感じでおっしゃってました。なので割と早い段階で反応が出てしまう、プラス一回食べると 2,3 日ぐらいね、尾を引いてしまう可能性が高いんですね。なので結構もう 2,3 日に一回そういった4つの食事を取ってしまう人は常に悪化している状態をキープしてしまうので、もう食事を減らすだけでも花粉症はかなり楽になるっていう人は結構多いです。なのでちょっと見つめ直していただいて、この食事を少しずつ減らしていただけると本当に花粉症が楽になってきますので、そうするとね、少しこう春を楽しむ感覚がちょっと出てくるんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみていただければなと思います。こんな感じで耳鼻科に関する情報をこのチャンネルでは出しております。少しでも役に立ったなという方はぜひこの高評価ボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。ではまたお会いしましょう。